はい、皆さんこんばんは、さくやです。さあ今回は絶対絶命投資4、こちらですね、スペシャルな後日談が、無料配信されましたので、そちらの方もね、今回は遊んでいきたいと思います。始めていきましょう。でね、セーブデータですね。でクリアしたデータを選びます。まあ一番新しいデータですね。まあ約半年前のデータになりますね。懐かしい。私は今バスに乗って水蓮公園に向かっている。私は今年の7月にこの町を脱出してから久しぶりにここにやってきた。何があったかともかく、結論としてはここにやってきたということで。私は今年の7月から周囲を転々としていたが、久しぶりにここにやってきた。水蓮公園前、降りになる方はリターンを押してください。次で降りなきゃ。さて、5ヶ月ぶりの街の様子を見てみよう。とりあえずね、昔会った人っていうか、昔というか、ね、地震の時に会った人たちを探して歩き回ってみましょう。あの時に出会った人々は元気かしら。とりあえずリストのおじさんとかはいるでしょうね。あなたは夏の巨大地震から5ヶ月後の水蓮交差点周辺にやってきました。探索して次の目的地を見つけましょうということですね。なるほど。いました、リストラおじさんですね。で、この新聞、これ大事ですね。取っときましょう。あなたは確か。でね、この人。リストラされた人ですね。どうしようか。弁当を落としたのも あったし、どれもあったことなんだよね。そんなことまで話しましたかな。いかにも。確か、1週間ほど経った時に、家族には地震のせいにしたんですよね。その後は、やはりあの時の方ですか。
なるほど、地震のせいで潰れたと嘘をつきました。そしたら同情してくれましたけども、しかし長くは続きませんでした。魔界ショールないニートにね、冷たく当たるようになりました。まあ結局ここにいるんかいと。そうだね、なぜあなたは仕事を探そうとしないのですか。攻め口調にならざるを得ない。まあそうだね。おお、ポイントゲット。よし、じゃあ次は就職面接会場行ってみましょう。で、ここにまだトラブってやついるね。あなた忘れたとは言わせないわよ。どうしてくれんのよ。まだ怒ってる。何ヶ月こうしてるんだ俺たち、知るか。5ヶ月かな。さて、じゃあ風間さんのことを聞いてみましょう。いらっしゃいませ。確認いたします。これから外出予定か。なるほど、しょうがない。じゃあ特に用事はありません。まああと他の人はね、聞いたらいませんって言われるだけですね。で、ここにロードが入る。で、ここにコンパスがねあるんで、ゲットしていきましょう。で、エレベーターボタン。さあ、マニュアル取って、着替えておきましょうか。今回ちょっと DLC ちょこっと入れてまして、まあ、無料なんですけどね。で、手袋もと。前持ってたアイテムは全然持ってないですね。まあ、こんな寒い冬だから、レオタードで街中を歩きましょう。じゃあ、明美さんに会いに行きましょうか。まあ、きっといるでしょう。試着スペースは、入れません。じゃあ、行きますか。まずは、このおばさんは確か借金の塊の人。思い出せない。あなたは？確か権利書もらうところまでは確かあったはずですね。このスタッフの鍵持っていませんかと。まあ、あの時も持ってましたからね。知らないわよと言いたいとこだけど、実は知っている。さてどうしよう。どうしようかな。まあ、土下座しよう。だけど無条件では無理ね。これさっきの大事な新聞とコンパスがね、必要になってきますので、渡しますというかね、見せる。ね、借金抱えていました。懐かしいね。どさくさで借金なくなったんだけど。あれ？ちょっと待って。なんか俺が倍返しにしてやるとかって言わなかったっけ？観葉植物の下。一番遠いところにある。まあなるほど。じゃあ1階ですね。遠いところといえば、まあここが一番遠いかな。なんと鍵を見つけた。ってことで、明美さんのところに行きましょう。レオタードいいですね。いいですね。
ではドア開けて、靴も変えたいな。まあ、できればディビジョンズとかのね衣装が着たいんだけど、課金なんだよねあれね。なんかちょっと出っ張ってませんか、気のせい、ポチってません、気のせい。なんかすごいマネキンいっぱいあるね。困ったわね、今ここを離れるわけにはいかないし。だけど今日持って行ってあげないと間に合わないし。あなたは？さあ思い出してくれたでござるかね。服を盗もうとした、まあ確かにそうなんだけど、あけみさんが盗むなって言っただけで、こっちはね別に盗んだつもりはないんだけど、まあこれでいきましょうか。以前あなたの服を盗もうとしたものです。あなた覚えているわ、大きな地震があった日よね。まあ無事だったのは何よりね。あなたここで何をしているの？震災の時に出会った人々が元気かと気になって、歩いているうちにここに。そうなの？そうだわ。あなた今からアジサイ交差点の方へ行ってくれない？持って行ってもらいたいものがあるのよ。この後特に予定はないから行ってもいいですよ。まあ明美さんのお願いですからね、断るわけにはいかない。お任せあれ。あなたからのお願いなら何でも引き受けます、お任せあれ。まあ大げさね、だけど助かるわ、ありがとう。アジサイ交差点のそばにうちの店の2号店があるの、そこにこれを届けてほしいの。さあこれは一体何でしょうか。店の人間に明美からと伝えて渡してもらえれば分かるようにしておくわ。店は以前宝石店だったところよ。先週オープンしたんだけど何かと行き違いがあって。お願いね。まあ明美さんのお願いなら、まあ断るわけにはいかないですね。でこれは一体何でしょう。1週間後の新聞ゲット。うん、マネキンの方がスタイルいいかもね。ではアジサイ交差点行きますか。この試着室は開かないのかな。髪型とかちょっと変えたいんだけど、まあ変えなくてもいいっちゃいいんだけどね。とりあえず衣装、集めた衣装とかがもうないのがちょっと悔しい。まだ並んでる。アジサイ交差点はどっちかな、こっちかな。あ、ちょっと行き止まり詰まっちゃったんだけど、多分こっち行きましょう。はい、進みます。第1話、12月の水田公園をクリアしました。第2話ね、その後が追加されました。私はデザイナーの明美さんに頼まれて、アジサイ交差点方面に向かっていた。あ、店長さんね。待てよ、あのビルで比嘉先生はと先生のことを思い出す。そうね、シリーズ毎回出てきた比嘉先生、あの死んでしまったんですよね。まあいいや、あの交差点を曲がれば行けるはずと。それは分かりましたね。あのビルで比嘉先生は、
だけどどう見てもこれ不審者なんだけど、まあいろいろ多分あるんでしょうか。店長さんね、この店長いい人なんだよね。いらっしゃいませ。あら、あなたもしかして。待って、誰？あの時の高校生かな。比嘉先生が亡くなって以来だよねと神妙な顔つきで応じる。比嘉先生が亡くなって以来だよね。そうですわね、あんなことになるなんて。もう半年も経つのに、あの時のことが頭から離れない。そうですわ、実は先週から山内さんが家を出てしまって、どこにいるかわからないの。ご両親も警察に届けて、随分探されたようなのだけど、まだ見つからなくって。あなたが町を見て回って、もし山内さんを見かけたら、みんなが心配していると伝えてくれませんか。お願いです。まあそういうことか。じゃあまあ見かけたらね、伝えておきましょう。まあこれはサムネイルにでもしようかな、くらいの感じで。いやー、レオタードいいね、いいね。で、何か買えるものは？花束、まあ一個買っておきましょう。まああとはこんなもんでいいかな。まあ、15万円もあるからね。ちょっとあの後ろの方行ってみよう。あ、お前もここで働いてるんか。秀美、どうしてこのとこにいるの？お前こそどうして。エリさんに会いたくて立ち寄ったの。うん、なるほどね。あー、不細工だけど告白してみようか。好きなの。付き合ってあげる。さらっと流された。まあ、圧倒的デズキャラだからね、この主人公。まああとコンビニ以外は特に、なんかプリウスもどきで、このビルがね崩れて比嘉先生は死んでしまったと。これはショベルカーコンパス。お、コンパスコレクター。今更トロフィー。お、なんかいっぱい出てきたね。そういえば熊沢店長のことが浮かんだ。あったね、熊沢店長。アパレルストア3階。まあここはやっぱ比嘉先生ですよね。と言いたいけど、やっぱ熊沢がやっぱ印象が強いんだよね。熊沢。あ、とりあえずもうやることないんじゃないかな、さすがに。まだあるって言わないでしょ。あ、なんか献花台みたいなのかな。花が添えられている。コンビニで買ってきたから、それを あげよう。祈りながら。比嘉先生、ご無沙汰しています。よし、 OK、 これでいけるっしょ。
もうやり残したことはないはずだ。雪降るアジサイ交差点が追加されました。行きましょう。私はデザイナーの明美さんに頼まれてアジサイ交差点方面にやってきた。宝石店は跡地にあると。で、殺人事件あったね。そういえば、まあ権利書もらったからな。まあ殺人事件あったねぐらいしか思わないな。あれ、やっぱ印象強い。あの宝石店では殺人事件があったのよね。なんか後日談はあんまりバカな選択肢ないですね。危ない。なんかアルデッタっぽい顔してる。宝石店跡地。てか、これを作るのに半年かかったのかっていうね。何してんのかな？走ってる女。車が故障するなんて。どこが悪いんだろう。そんなことは知らん。んで、あと行け、ショールーム見ていきましょう。まあ、車買わないけどね。ご無事でしたか。元宝石店。これも気になるな。特に連絡はありませんね。じゃあ、ベストラの、何これ、霧島の状態について聞く、尋ねる。じゃあ、宝石店。まあね、2号店ができた。まあ、それはさ、聞いてるから、分かってます。じゃあ、レストランの様子。行けと、それだけか。さあ、元気ですよ。後継者を買う人はなかなかいらっしゃらないですね、と。まあ、でも、なんかこういう、なんていうのか、戦争とか起きたらね、ハイパーインフレが、起こりやすいというかね。あるよね、供給不足とかね。そんな高級車買わない。よし、ここかな。いや、ここイタリア料理店か。ちょっと入ってみよう。面接を受けに来た女性、藤宮遥と申します。あ、そう、中にお通しします。あ、通っていった方ですね。あの宝石店に行く時に通りましたね、確か。さあ、買い物ができます。リコッタチーズ、これもそう。あー、ちょっと入りません。まあ、いや、あとは。美味しいものが食べられなかったから格別だ。一斉に話をするな、聞き取れなかった。知り合いはいなさそうだね。地に行くには確か通り抜けたはずなんだけど、まだ入れるんだね、この中に。確か、あなたからこの店の名誉オーナーにしてもらったものです。そうそう。売りつけたものです。そうだね、確か。そう、あの、明美さんのお店でね、権利書もらって、ここに売りつけたんだよ、確かね。で、名誉オーナーになったはずなんだけど、いや、どっちかなんだよな。取り立てに来たのね。今月分よ、
お、12万円手に入れた。今月分払ったよ。まあ、名誉オーナーにしてもらったような気がするんだけど。どっちだったかな？ちょっとはっきりしない。じゃあ宝石店行きましょう。こっちかな？ここで宝石泥棒とかいたよね。で、ここが、その例のアパレルショップになっているはず。そうそう。で、隣の部屋で殺人事件が起きたんですよね。ここ。何もないな。さあ、お前は誰だ？店長！さあ、紙袋を手渡した。表から入れなかったでしょう。なるほどね。明美さんが作ってくれたのか。なんて人だ。ああ、まあ、帰るときはそのまま帰っていいよと。こっちは？まあ、ただの廊下と？あ、これマネキンか。店を出たところ、さあ、後日談第3話、アジサイ交差点ね、クリアしました。まあ、今回はこれ無料なんですけども、後編は、まあ、有料ですね。有料なんだけど、価格と内容がどれほどのものなのかと、非常に気になりますね。同じ程度のボリュームだったら、ちょっと残念ですけども、有料であれば、さすがにね、ボリューム満点にしてくれないと、ちょっとね、辛いとこですよね。
まあ、新年のベストランは後日配信予定です。ということでね、今回はここまで。まあ、絶対絶命都市の後日談ね、まあ、こういった形で、まあ、過去にね会った人たちをね探してなんか旅する感じになってますけど、まあ、そんな感じです。ということで今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。よかったらぜひコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次何か動画でお会いしましょう。今回はこの辺で。